いざ勝負！ 逃がしてやる。来てくださったのですね。さあ、早く逃げよう。どうぞこちらをお受け取りください。 Hui!
参る。死はせんぞ。よく来た。お茶でも飲むかい？茶を飲もうというのか、この俺と。
いや今のはただの礼儀ってものさ。それより手を貸しとくれ。地図が盗まれちまってね、取り返したいんだ。かなり腕が立つと検事から聞いた。そなたのために罪は犯さぬぞ、たとえ検事の友であっても。ああそうかい。地図には食料のありかが記されててね、あれがなきゃ民は飢え死にだ。盗人を探せと申すか。ああ居所は分かってる。三股辻の井戸の近くの賭場。あなたは地図を取り戻すだけでいい。よし行ってみよう。もし嘘であれば。酒井様、この私を疑っちゃいけないよ。正直者の私を疑った末路を知りたけりゃ、外に飾ってある男の首でも見ておいで。お気をつけて。その盗人は手強いから一筋縄ではいかないかもね。お前がいてよかった。何の音だ？いざ勝負！血を抜け！
これが三股辻の井戸だが、鳥羽はどこだ。道を進んでみるか。これが例の鳥羽、あばら屋のようだ。誰か。俺の地図だ、帰れ。酒井陣と申す、開けろ。それじゃあ俺はアマテラス大神だ、帰れ。他の入り口を探すか。主がアマテラスとはな。地図はどこだ。お許しください、地図はないんです。浪人に無理やり脅されてあなたを中に誘い込んだのです。罠か。使いだと分かってるんでしょう。あいつら地図で一儲けするつもりです。侍出てこい。いい取引があるぞ。ここにおれ。そういたします。地図を探しているそうだな。売ってやってもいいが、値は張るぞ。盗人と取引などせん。だろうな。だが使いの仕事をするのだろう。こちらに地図を渡せ。奪ってもいいのだぞ。あんたは噂通りの堅物だな。負け戦は嫌だろ。地図が欲しけりゃ金を払え。二度も言わせるな。殺せ。地図を持っておるはずだ。これだな。
走れ、ソラ。何かご入り用でしょうか。どうかそれで勝利を。どうぞ。助かった。どうかご自愛ください。地図を取り返した。手間を取らせてしまったようだね。豊玉の民のためだ。食料は全て皆に渡すのであろう。もちろんさ。ここは我が家、みんな家族同然。腹を空かしてるっていうなら何としても食わせてやりたいんだよ。ではあとは任せる。一つ借りができたね。
剣は先祖。 勝負! 앞서쳤다! 그리야 진도! 허덕진 억뜻 났어! 私を殺すの。
動くな。なんとお礼を申したらいいか。もう安全だ。お受け取りください。
じけのうございます。謝罪などいらぬわ、役立たずも。百姓ならばあるよ。そうかもな。酒井様、お見苦しいところを。純真、今のは何だ。人探しを頼まれたのですが、私ではお役に立てず。探すとは梶原のようなものか。見つけたのですか。ああ、自ら妻子を殺めおった。私はなんと愚かな。力を落とすことはないぞ。何も隠してないのだな。こたびは誰を探しておいでか見当もつきません。案ずるでない、俺が話そう。ありがとうございます。加えて村のこともお礼申し上げねば。これで立て直せます。民のために尽くしてくれ。では。そうしたものと一緒。そうか、助かった。尋ね人は見つかりますか。形状に名があった盗人だ。手を貸しましょう。私に始末をつけさせろ。武装した者もおると聞きました。浪人だろう。だからこそです。確かに一人では手に余る。力を借りよう。なれど詮索はしてくれるの。承知しました。浪人は村外れにある橋に向かったらしい。ついてこい。盗人とは何者ですか。あろうことか、襲われた我が館を漁り、貴重品や家宝をまんまと盗み寄った女だ。そやつの名は舞。我が家のかつての次女だ。3年前盗みの現場を抑えられ、夫を怒らせてな。穏便に済ませたかったが、糸間を取らせた。処遇を悔やんでおり。あやつとは親しかった。裏切られ傷ついたのは私だ。いたぞ、舞だ。浪人もおります。密やかに近づきましょう。でも売ってやるから、今少し待っておくれ。もう遅い。主が直々に売るそうだ。さあ案内しろ。金をやる。だから任せて。金などないくせに。櫛がある。金と真珠の飾りだよ。私が送ったものだ。なかなかいい値で売れそうだ。よせ、主に殺される。ざれ事はいい。宝の在りかに行くぞ。舞と話すのであれば浪人は処するべきです。数を減らすほどに家宝を取り戻しやすくなるかと。見つかるでないぞ。舞が傷ついてしまう。待て、見つかりたいのか。隠れろ。へっ、
ジン、下がれ。気を抜いておるな。私が。隠し場所までどのくらいだ。そう近くはないね。下がれ。間が持たないだろうから小話でも。その人生は辛く彩りもなし。ところがある日坊主が茶屋にやってきて、一目で女と恋に落ちました。もののけに気づかれるぞ。俺の女房も変異する。それが女。女は坊主の寺へと飛んでいきますが、坊主は気づくや否や金を、女は火を近すぎる金を溶かそうとしたところ、中の坊主は炎に包まれ焼け死んだ。ジン、マイと話をしたい。お待ちしましょう。あの人殺しどもに頼まれて我が家宝を盗んだのか。なぜ私を裏切った。いいえ、背を向けたのはあなたの方。そなたを助けたのだ。夫は死罪を望んでおった。わからぬか。分かってはおりました。よいか、私は足立家の女なのだ。盗人とは共に行けぬ。今でもあなたならば誰の差し金か言ってくれ。家族の仇なのだ。殺されます。そなたに手出しはさせぬ。隠し場所へお連れします。お主の主は侍であるな。その名は愚か、顔も知りません。あちらから文が届くのみなので、我らのことは知っております。なぜだ。わかりません。文にはあなたを深く慕う気持ちも、その痛みもわきまえていると。一体舞と私は深く思い合っておった。主は宝が壊れていないかどうかひどく案じておりました。売るつもりでしょうか。あれは一族にとってのゆかりの品。売ったところで金にはならん。ならば元より売るつもりはなく、手
元に置いておくためか。フミデの物言いもそうです。自分のものであるような足立家より他の家に渡ったことはない。生き残った者もおらぬはずだな。あの茂みに隠してあります。ジン、取ってきてくれ。別れの挨拶をしたい。そなた、浪人の家を守るためです。あなたが生きてまして、返そうと思ったのですが、どうしたらよいか。礼を言う。舞はすでに去ったぞ。ジン、伝えておきたい。実は皆まで話す義理はありません。私にとって夫が全てなれど、舞のことも等しく。分かっております。この心に偽りはない。奴らの主に慕われておる様子。夫以外で夫婦になろうと思った者はおらぬ。ただの一人もな。やはり出任せ、話を合わせ舞を引き入れたのか。一体誰がかようなことを。探しましょう。じきに見つかります。叱る時が来れば報いを受けさせる。どうした？答えろ！おやめください！どこにおるのか言え！マサコ殿、何を？この坊主、舌をなくしたようでな。何とぞ、お助けを！どうか、この場は私に。よかろう。だが口を割らなければ、私が変わる。はあ、殺されるかと思いました。もう安心してよいぞ。して純真がどうした？もみじ寺で民を世話していたのですが、猛虎に襲われたとか。見つけねば殺されるな。純真をどうする気ですか？奴も襲撃に加担しておったのだ。流民を助けるような男が形状にも名が載っておりません。だが奴への文が寺にあった。しかも犯人どもが持っておったのと同じ紙で、ルミンの野営に食料を流すと書いてあった。その代わり、私の居所をこと細かに教えろともな。それは申し出、証拠になりません。私に隠れて犯人どもと通じておった証拠にはなる。真相を探りましょう。純真に話を聞きます。まあいいだろう。もみじ寺にいるはずです。
行くぞ。行きましょう。急げ。坊主を見つけたら私のやり方で処する。雅子殿、話をするだけです。犯人どもは太刀に物を言わせ家族を殺したのだ。どうか純真の罪が明らかになるまで太刀を抜かぬように。七五を殺した連中とお主は話をしたいと思うか。いいえ。志村殿はそやつを追い詰め首を取ったそうだな。家族の敵が撃たれたお主に邪魔立てをする道理はないぞ。やめよう。まず next ケチども報いを受けよう。スパルツ、やめろ。怪我しよって。純真を見つけるぞ。急げ。間もなく寺です。待っておれ純真。このまま進むぞ。いや、後ろから切る。純真が死にますぞ。分かった。それぞれ一人ずつ。急ぐことはありません。出口は私が。坊主のことは任せた。산을가본다이니색타지모르겠군어떤가능한다야가너버리게그땐수묵누라산액시몽극히니니너그땐그볼터든그지좀십다스노야랑구야겐게르키수묵기ジン、そこをのけ。そやつは裏切り者だ。逃げよ。戦えば我らを負ける。とうに負けておるわ。
なすだけのはず。それで何が変わる。約束なされた。一族の仇を討つとな。聞こえておりますな。あれこそが敵。約束なされたはず。純真を見た刹那、死んだ孫の顔が不意に浮かんできたのだ。冷たくなったあの子らの顔が。お主こそ坊主をかばいおって。だから裏切ったと。気はお確かか。私は全てを失ったのだぞ。違う、全て捨てたのです、仇のために。龍蔵を前にして同じことが言えるのか。怒りに任せてはなりません。仲間を失わぬためにも。私はまだ仲間か。純真は近くにおります。見つけましょう。雅子殿、二度と刃を向けぬよう。分かった、約束だ。足跡があるはず。こちらへ行った様子。森へ逃げたようです。純真を見つけたら私が話をいたします。私を信じておらぬな。純真から話を聞くには好都合というだけ。確かにな。だが忘れるな、舌さえあれば話はできるぞ。
おったぞ。どうか命だ。何者が施しの話を持ちかけた。花と名乗っておりました。嘘だ。雅子殿、花とは。姉上だ。あの夜死んだかと思っておったが、二日前訪ねてきたのです。真っ赤な着物に金色の帯を締め、菊の花の香りを漂わせておりました。信じぬぞ。嘘だ。私は何も漏らしておりません。本当です。もう行け。姉上が生きていて子供らを殺しただと。なぜ足立家を襲ったのでしょう。わからん。直接聞いてやるわ。私も助力いたします。神谷方に来てくれ。よし。逃がしてやる。まだ生きてる。ありがとうございます。道中気をつけよ。どうかこれを。
海様。ノリオ、そうを説き伏せたのか。納得したものの、恐怖心が勝っております。仕方あるまい。皆はどこだ。川辺で洗濯や水浴びを。誰かがこちらに来ます。猛虎、死にに来たようですね。一人だ。まずは出方を見よう。クロード、そして守り手の弟だな。お前らにことづてがある。申してみろ。クロードと坊主どもは大ハーンに立てついた。下ればこの地は見逃してやる。拒めば全て焼き尽くす。降伏などするものか。ならば死んでもらう。川辺に僧が逃げ切れるでしょうか。我らで守ろう。無理です。ご本尊と法華経を守らねば。僧の命より価値あるものか。俺だけでは救えぬぞ。何百年もの教えが詰まった寺ですよ。見捨てられません。代わりに僧が焼けるぞ。寺を守ることが私の務め。ならば残れ。僧を助け連れて戻ろう。猛虎が来る。川から離れろ。どうしよう。どうしよう。you
ノリオ、どうした？なぜ寺を離れた？寺は立て直せます。命とは違う。では寺による僧を守るぞ。行きましょう。皆の者、ついてまいれ。堺様、これだけの大敗ならば猛虎が戻ることはなかろう。こたびのご恩決して忘れません。一人で戦ったのではないぞ。しかし、あのお叱りがなかったら大勢が死にました。これからどうする？杉寺に戻ろうと思います。猛虎を倒すためお主の助力を超えるか？無論です。杉寺が総出で力をお貸ししましょう。明石まで会おう。早く本堂を調べましょう。兄は寺を守った折に二つ名を授かりました。本尊を守れず無念であったな。しかし戒めは得ました。救えるなら救え、なれど全ていつか散りゆくと。形あるものは消えても教えは残るな。Thank you.
フッ。